光学機動隊の、攻撃ヘリが、暴走したときに、自律モードで暴走したときに、攻撃機動隊が指向戦車で戦うとき、斉藤さんが狙うときの斉藤さんのセリフをやります。います。確認した。少佐、正面を通るとき、一旦ターゲットの顎を当ててくれ。当ててくれないのか、当ててくれないのか、多分上げてくれですね。もう一回言います。少佐、確認した。正面を通るとき、一旦ターゲットの顎を上げてくれ。